ウッチーチャンネル、スタート。はい、どうもウッチーです、今回ちょっとフジモンさんはいませんが、ウッチーはちょっとラインナップさんに見せってことで来させてもらいました。ではどうぞ。はい、お世話様です。はい、こんにちは。こんにちは。すいませんね、突然。全然びっくりしたわ。びっくりしました。先坂下発見者。そうですね、似たようなやつおるな。僕しかいないです。ピンクが、はい、車高も落ちてるもん。はい、ピンクにしてなかなかおらへん。だいたい黒が多いと思いますけど、もしたら、せっかくなんでちょっと紹介できるとこがあれば。できるとこ、できるとこ。はい、紹介できるとこ。僕工事中、工事中で、はい、地味にも進んでるけど。あ、ライトもなかなか明るいですね。めっちゃ暗いからね。あ、そうなんですか。あるとき。あ、ないときですね。はい。あ、あるとき。はい。あ、え。あ、でもやっぱりついてないとき、ついてくと、きっとついてないときとか、全然ついてない。そうですね、暗かったっすね、今。怖いっすね、それ。で、レーサーで、レーシングサーキットで、36と MT ですかね。MT 車と、AGS、ラパンの、と37の、見ないっすわ。車高落とした状態のカスタム化したのは見ないっすね、やっぱ。見ないですね。36も、僕みたいに下がった感じだから、ちょこちょこ見るんですけど、一番僕個人的に気になるのはマフラーですね。マフラーとかでも、37が割合多いと思いますね。97ってやっぱ高いんですか。97、そうね。97もちょっと欲しいなもん、探しとんの。探してるんですか。今日もちょっと探してる。あ、そうなんですか。ごめんなさい、めっちゃ震えて緊張して申し訳ないです。おぉ。ピサンの。ちょっと、ひらがなで打っておきます。牛号で。で、おぉ、げ。はい、すごいな。あ、では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではこの辺りで。